べらぼう、つたじゅう映画の夢話。今回は2025年1月から放送開始される大河ドラマ、べらぼう、つたじゅう映画の夢話の内容と、その主人公である蔦屋重三郎を紹介しつつ、主人公と音楽、映像ソフト、書籍のレンタルや販売等を行う複合量販店チェーン、蔦屋に何か関係があるのかという点についてお話していきたいと思います。まずドラマの内容をご紹介したいと思います。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目をつけられても面白さを追求し続けた人物、スタジューこと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯、笑いと涙と謎に満ちた痛快エンターテイメントドラマと NHK の公式サイトで紹介されていました。蔦屋重三郎という人物をあまり詳しく知らないですし、メディア産業の礎を築いたというのもちょっと難しいので、もう少し深掘りして調べていきたいと思います。主人公蔦屋重三郎の生涯をご紹介します。1750年生まれ、1797年に亡くなった人ですので、47歳で亡くなった人なんですね。この時代は江戸時代の中期から中後期にあたります。徳川幕府で長期の平和が続いて、経済や文化が発展した時期ですね。蔦屋重三郎は江戸郊外の貧しい家庭に生まれ、幼くして養子となり、貸本屋から出版業を始めます。権力者田沼意次が作り出した自由な時代に江戸文化が花開き、法政堂機産寺らと交流し、奇拍子本で成功します。奇拍子本とは、スタジオが成功した風刺や滑稽な内容を持つ挿絵入りの読み物で、江戸時代の庶民に人気を博した娯楽書だそうです。スタジオは33歳で日本橋通り油町に店を構え、江戸の出版王となり、北川歌麿、三東京伝、葛飾北斎、曲亭馬琴、十返舎一九ら後の巨匠を見出しました。日本橋通り油町はこの当時の文化の発信地だった場所で、江戸のシリコンバレーとも言える場所だったそうです。しかし田沼意次失脚後に台頭した松平定信の反省の改革で弾圧を受けて、財産没収などの処罰を受けますが、反権力の姿勢を貫き、病に倒れながらも写楽を世に送り出しました。ということで、最大の見せ場は写楽に関するところでしょうか。東秀斎写楽という人は謎の絵師として知られている人で、今もその正体についていろんな考察がされている人かと思います。先ほどご紹介した北川歌麿や葛飾北斎が実は写楽の正体ではないかという話もありますが、ここがどう描かれるのか、そして写楽の役を誰が演じるのかも気になりますね。蔦屋重三郎について確認したところで、気になっていた蔦屋との関係を調べてみたいと思います。蔦屋重三郎についてべらぼうの脚本家である森下芳子さんは、本屋のおっちゃんと表現されていました。そして蔦屋という名前から我々がすぐに想像するのは、街中に存在している店舗蔦屋ですよね。蔦屋は DVD、ブルーレイのレンタルのイメージもありますが、本の販売も行っているので本屋さんだと思います。とすると、蔦屋重三郎のやっていた本屋が代々受け継がれて今の蔦屋になったのではないかと思ってしまうんですが、実際には蔦屋重三郎と蔦屋には血縁や資本の関係はなさそうです。ただ現在存在している蔦屋は、蔦屋重三郎にあやかってその名前を付けたとも言われているようです。
ここからはあまり定かではない話ですが、もともと蔦屋は蔦屋書店という名称で大阪の枚方市で開業されたんだそうです。今も蔦屋書店というブランドの店舗もありますよね。開業時、蔦屋の創業者である増田宗明氏の祖父が営んでいたお店の屋号が蔦屋であったことで蔦屋書店と名付けたという話があるようです。そもそも祖父が営んでいたお店の蔦屋が蔦屋十三郎にあやかって名付けられたという可能性もありますが、定かではありません。蔦屋が蔦屋十三郎にあやかってその名前をつけたというのも正確な情報なのかはわからないですね。ただとにかく蔦屋十三郎と蔦屋には血縁関係や資本関係はなさそうですし、蔦屋十三郎の開いていた店が現代まで続いているというものではないというのは言えそうですね。もしそうだった場合、越後屋が三越百貨店になったというような数百年にわたる歴史を公開されているのではないかと思います。三越伊勢丹ホールディングスでは1673年に三井高利が創業した越後屋が現代の三越百貨店へつながっているとウェブサイトで詳細にアピールされていますね。さて、ベラボーに話を戻し、タイトルがなぜベラボーなのかも確認しておきましょう。ベラボーとはそもそもたわけ者、バカ者という意味だったそうです。それが時を経て甚だしい、桁外れなという普通を超える様を表す言葉に変化。江戸の言葉のベランメの語源とも言われています。蔦屋十三郎は常識外れにしか見えない発想、行動からベラボーやっこめと罵られていたんじゃないか、そんな想像から付けられたタイトルのようです。政治風刺や社会批判をどんどん行い、権力や社会のタブーに挑んでいった人ということなんでしょう。また若く個性的な作家、芸術家を積極的に起用したことも常識外れと捉えられたのかもしれないですね。でもその目は正しく、新しい才能を次々発掘していった人なんだと思います。出演者もご紹介していきたいと思います。主人公の蔦屋十三郎を演じるのは横浜流星さんです。足軽身分の出自から大名まで成り上がった希代の老中田沼意次と、部屋住みのまま異例の出世を遂げた才色兼備の後継者田沼意知の田沼親子を演じるのは渡辺謙さんと宮沢氷魚さん。部屋住みとは家督を継ぐ前ということですかね。本屋業の師匠で宿命の敵は大ヒットを生み出した奇拍子の生みの親鱗形屋孫兵衛を演じるのは片岡愛之助さん。スタジオの生涯の友であり同志となる人物、後に女を描けば江戸随一、後に天才絵師の名を世界に轟かせる北川歌麿を演じるのは染谷翔太さんです。その他、吉原で育った幼馴染で伝説の遊女花の井を小芝風花さん、さらに福原遥さんも吉原を代表する花魁の役で出演されます。小芝風花さんも福原遥さんも吉原のイメージは全くないので、どんな演技をされるか大変楽しみです。そして後にスタジオの妻となる女性を橋本愛さんが演じられます。若手の女性注目俳優が揃っているというのは見どころになりそうです。他には安田顕さんが平賀源内の役で出演されますし、その他出演者は純不動で生田斗真さん、真島秀和さん、高梨凛さん、寺田心さん、矢本優馬さん、石坂浩二さん、市原隼人さん、鉄拳さん、飯島直子さん、原田泰造さん、足立由美さん、風間俊介さん、富永愛さん、水野美紀さん、小野花凛さん、片瀬里乃さん、西村雅彦さん、里見光太郎さん、
ご紹介できていない有名俳優さんもいます。大河ドラマならではですが、この出演者を眺めているだけでも見てみたくなりますよね。2024年6月にはベラボーがクランクインしたというリリースが出されましたので、2025年1月からの放送開始に向けて現在も撮影中だと思います。2024年大河ドラマ光る君へを最終回まで楽しみつつ、来年の大河ドラマも楽しみに待ちましょう。チャンネル登録せずにご覧いただいている方は、この動画を見つけやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。いいねボタンを押していただけると大変嬉しいです。ここでお礼です。今後もこのチャンネルの動画が見つけやすくなります。チャンネル登録と通知設定、高評価ありがとうございます。他のドラマの考察もやってますので、ついでにお立ち寄りください。